じゃあまずは後部座席から見ていこうと思います。結構荷物は少なくしたつもりなんですけども、こんな感じになってます。まずは寝袋ですね。でその下に、着火剤だったり予備のボール、あとこれは消臭スプレーですね。まあ使ったことはあまりないんですけどね。それとポールとペグ、あとはテント本体です。テントがちょっと大きいんですけどね。でこの緑色のものはですね、水入れになってます。100均で確か400円ぐらいしたんですけども、こんな感じでですね大きくなるので、1日使う分には全く問題ないぐらいの量が入ります。あとはミネラルウォーターですね。あとこれは、ローテーブルになってます。あとこれが焚き火台ですね。で、アルパカのカッティングボード、これは結構便利ですね。それとその奥にあるのが、焚き火をする時の土台の鉄板です。でこれは、スキレット用の台ですね。で一応ですねお米も置いてはいるんですけども、米はあんまり食べないのであんまり使うことはないですね。で、これがクーラーボックスなんですが、この中にですねスケレットと鍋と、ワイングラス、あとは食器類ですね。普段はこんな感じで置いといて、食べ物を買った時にこの中身を出して入れ替えるっていうような感じにしてます。で、この中身はライトですね。今はですねダイソーのライトをメインで使ってます。で電池はたくさん予備で置いてます。であとはこの岩塩ですね。岩塩と、コップで、コップはお米を測るときに使いやすいので一応置いてます。で割り箸なんですけども、最悪燃料になるので結構重宝すると思います。で固形燃料と、これがウェットティッシュですね。今の時期あんまり使うことはないんですけども、一応ホッカイロも入れてます。これがスキレットとスキレットの蓋、あと鍋の蓋で、あとはコップと器というような感じになってます。これもずっと乗せっぱなしで使ってないんですけども、携帯トイレ、まあ、もしもの時のために一応置いてます。でこの緑の箱の中身なんですが、ガスになってます。ガスはあまり裸で持ちたくなかったので、こういう頑丈な入れ物に入れるようにしてます。ナイフもあんまり使うことはないんですけども、こんな感じで、せっかくですねレザークラフトでケースを作ったっていうこともあるので載せてます。もう綺麗なもんですね。もう使ってないので全然綺麗な感じです。あとはシングルバーナーですね。この緑の箱なんですけれども、コストコで購入したもので、これが大きいサイズで、この中にですね、もうちょっとちっちゃいサイズのものが入って2個セットで売ってます。ということで荷台はこんな感じになってます。次は後部座席なんですけども、基本的にこの椅子があって、あとちょっと今はですね、乗ってないんですけれども、銀マットを乗せるようにしてます。それと Bluetooth のスピーカー、ちょっとですね綺麗じゃないんですけれども、足元がこんな感じになってて、斧とあと薪ですね、木くずとかで汚れた時に掃除がしやすいので、こういう風に足元に置くようにしてます。もう特に何の変哲もないような感じなんですけれども、一人でソロキャンプに行く時はだいたいこんな感じの荷物で行くようにしてます。今のところですねちょっと変えたいなと思ってるのが、まずテントが大きすぎる、なのでちょっとソロキャンプ用のテントも1個欲しいなと考えてます。で、あと寝床なんですけれども、銀マットだけでもいけるはいけるんですけれども、ちょっと硬いので、そうですね、折りたたみ式のベッドというかコットを用意できれば、ベンチにもなるし寝床にもなるしっていう感じで使い勝手がいいんじゃないかなとちょっと考えてます。まあソロキャンプ行くんであればですね、バイクで行く人もいるぐらいなんで、軽自動車で全然十分かなという感じです。まあちょっとね車内が汚くてお見せするのがはばかられるところではあるんですけれども、
そういえば車の中の紹介をしたことがないなと思ったので、今回は車の中を紹介してみました。それではまた次回に。